東平尾公園博多の森球技場。東平尾公園博多の森球技場は、福岡県福岡市博多区の東平尾公園内に、ある球技場。施設は、福岡市が所有し、福岡市森と緑のまちづくり協会が、指定管理者として、運営管理を行っている。J リーグのアビスパ福岡、ラグビートップリーグのコカコーラレッドスパークス。 トップチャレンジリーグの九州電力給電ボルテクスなどがホームスタジアムとして使用されており2019年に開催予定のラグビーワールドカップ2019の開催会場として使用されることも決定している。なお、福岡市に本社を置くゲームソフトメーカーのレベルファイブが命名権を取得しており2008年3月からレベルファイブスタジアム略称 レベスタの故障を用いている、工日、福岡空港滑走路東側に隣接する、か谷郡締め町との市町境にほど近い丘陵地を、スポーツ公園として造成した東平尾公園、通称、博多の森内にある。1995年に、福岡市とその近郊で開催されたユニバーシアード、福岡大会のサッカー主会場として使用するために、 建設された福岡市発のサッカーラグビー専用スタジアムである。ピッチの紙片に平行に一層式のスタンドが設けられている。メインスタンド6047人収容と、バックスタンド9155人収容は屋根付きの戸籍で、サイドスタンドゴール裏6360人収容は屋根なしのベンチシートとなっている。 最大収容人員は2万1562人。バックスタンドの中央部分には2018年より青色字に黄色で福岡の文字が入っている。メインスタンド内部は4階建てとなっており、1階が事務室、会期室、医務室、ロッカー室、審判控え室、エントランスホール、トイレに、2階が券売所、エントランスホール、トイレに、3階が特別室、 控え室に4階が記者室、放送室になっている。照明設備は屋根と一体型となっており、照明柱はない。ホーム側ゴール裏、サイドスタンド上部、縦14.4メートル横5.76メートル、アウェー側ゴール裏、縦9.42メートル横16.15メートルにフルカラー LED 方式の大型映像装置が設置されている。 アウェー側は2008年12月6日の J2 第45節対小南ベルマーレ線より稼働開始した。ホーム側は開設当初から2017年まで電光掲示板、電球式、単色が設置されていたが、2018年2月25日の J2 第1節対 FC、岐阜線より稼働開始した。アウェー側はグッズ売り場や売店、トイレなどがある。 メインスタンド、バックスタンド双方のコンコースにも同じ映像が流れるモニターと共にソニーブロードバンドソリューションが導入したも、設置以前には J1 に復帰を果たすアビスパ福岡の2006年シーズンに合わせてそれまでヤフードームで使用されていたホークスビジョンを移設する予定であったが折り合いがつかず破談になった。そのために2006年頃から2007年オフの 大型映像設置に向けて募金活動を行っていた。ただし、福岡市は当初、要望に対し早急な設置は困難との回答を示していた。ラグビーワールドカップ2019の開催に合わせて2年がかりの改修工事が実施される。第1期2017年では、ベンチシートだった観客席の戸籍かホーム側ゴール裏の電光掲示板を大型ビジョン改装。 照明設備の LED 化、1500ルックスから2000ルックスに変更が行われた。第2期2018年では音響設備の改良とフィールドの芝の全面張り替えを予定している。なお、観客席の戸籍化に伴い収容人数は改修前の22,563人から21,562人に減少した。なじま飛行場、現、 福岡空港に訪れたチャールズ・リンドバーグの愛機シリウズ号の復元模型が1階エントランスに展示されている。福岡市は博多の森球技場に施設命名権を導入する決定がなされ2007年12月7日から2008年1月8日の約1ヶ月間公募した。その結果、期限までに結果数社の応募があり審査を行った上で 福岡市のゲームソフト開発メーカーレベル5と年間3150万円3年契約で合意。2008年3月1日より、レベル5スタジアム、略称レベスタへ、名称変更された。略称は当初、エルゴスタ、エルゴスタにする予定であったが、サポーターなどから呼びづらいとの意見が多数寄せられたため、レベスタへ変更された。二千十年十一月には再び、 レベル5との契約再延長が決まり、2014年2月28日まで契約を延長。2013年11月には、2017年2月28日までの契約更新を、さらに2016年11月17日に4度目の契約更新、2020年2月29日までを行っており引き続き、レベル5スタジアムと呼称されている。なお、 大型映像装置の命名権もレベル5が取得している。命名権採用後は基本的に上記の名称を使うことになっているが、クリーンスタジアム規定が適用されるサッカー、国際サッカー連盟及びアジアサッカー連盟主催、ラグビー、ワールドラグビー主催の国際試合、大会、事前キャンプなどでは例外として正式名称を使用する。J リーグトップリーグ、 なでしこリーグのリーグ戦は除く。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。